新幕末ラジオ避難所第7回、皆さんこんばんは。あなたのお耳の恋人坂本龍馬、そして2週間の休みから復活して、活力ビンビン丸の、あなたは中岡慎太郎です。休めましたか？まあいろいろ言って、ずっと寝てたわけじゃないからな。ずっと寝てればいいかったのに。なんでよ、意味ないだろ。じゃあ休みってそういう使い方するんじゃないの？休みは、確かに体を休めるのも大事だけど、心を休めるのも大事なんだよ。いろんなところだから寝てればいいじゃん。休まらないでしょうよ。寝ててさ、回復しない人、まさか。心はね、外で遊んだりしないと、てか要するにアウトドア派。そうね。そうなんだ。僕逆だからさ、いや外出ると疲れるし、気疲れするし、人に酔うし、ああはい、だからもう寝てるのが一番休まるというか。そうなの。だからいつも寝てんのよ。まあ寝てるかパソコンの前にいるかだもんね。そう。だからちょっと離れたところの公園とかに歩きに行くとか、それだけでも俺は好きなんだよね。徘徊老人じゃん。なんでよ。だって何しに行くの？奥さんと二人で行くんだって。徘徊老人ペアじゃん。なんでペアよ。老人よ、しかも。2人で散歩して、そうね、まあ取り留めない話をしながら、そう、それとかあとどっかショッピングセンター行ってウィンドショッピングする。ショッピングセンターは分かるけどね、公園、公園好きなんだよ。公園の有効活用か。木漏れ日の間を歩くとか、それだけでも楽しい。僕最も近い公園の思い出、お前と行った空、近所の公園で、警察来たところ、あれだけあった。ブランコしてただけなんだけど、僕らな、公園で僕らブランコでさ、漕いでただけで警察来たよね。あれなんなの、マジで。公園ってさ、税金払ってたら使えんじゃないんかい。いや使えるでしょ。いや警察来たらそれ使えないっていう意味じゃないの。国家権力来ちゃったよ。え、それで俺らになんか言ってきたとかあったっけ？だから近所の人から通報があって、で笑い声がうるさいとか。いやマジでマジで迷惑行為はねダメだよね。昼よ、昼でも関係ないって。うるさかったら平日の昼よそれ。いや公園で笑ってるだけで警察来る世の中なの今。どんだけ荒れたんだよ日本って。よっぽどうるさかったんだろうな。そんなうるさくないだろ。それかもう耳障りでしょ。談笑よ、幕末ラジオと変わらんて、声の量とか。ちゃうるさい。喋りすぎよ。マシンガントークだろ。コメントで声をワイワイするところじゃないんですか。子供がキャッキャ言うのはね、おっさんは使っちゃダメなのか。だからおっさんは静かに弁当食う場所なんだって。え、そうなの。書いとけよ、入り口のところに。おっさんは弁当食う場所なんで静かに使ってくださいねって。そこは常識だから。楽しくワイワイ使えばいいみたいな感じで言ったんだけどな。じゃあおっさんってどこで談笑すればいいんだよ。おっさん河川敷とか。流れる川を。決まりす。川あるところしか。川の音でかき消されるくらいの場所で、家に近くに言えないところ。ああ、やっぱ不審者っぽく見えんのかな、おじさん3人がさ、その公園でさ、笑ってバーとかやってんのがさ。 それで子供一人遊びに来て、なんかされるみたいな、そういうのもあるだろう。誘拐。わーって笑ってるから子供楽しそうになって、おじさんたち何やってんのって来る。もう税金払わんぞマジで、そんなこと言ってたら。僕らの税金で公園作ってんじゃないんかい。そこだけではないからな。感謝しろとは言わんけどよ、使わせてくれよたまには。数年に1回ぐらいだろう。使ってもいいけど喋るなってこと。ブランコやらせてくれよ。あの鉄棒の逆上がりとかで、どれだけ自分の体力落ちたかの簡易テストできるから、結構重宝してんだよね。この間俺やった。やった？もうできる？できた？全然できなかった。できないの？体重くて。じゃあ元からできないじゃんお前は。小学校の時から。はい。もともとできない人でしょ。逆上がりは俺できない人。そう、僕はなんとかまだできてる。おお、すごいね。でも逆上がりってそんな体力使わないよね。コツなんだよなあれな。そうなんだよね、蹴り出す足だの勢いだけで決まるみたいな、あと手引くかとかでしょ。そうそうそう、そうなんだよ。俺あのひっくり返る感じが怖くて嫌なんだよな。ひっ、ああ三半規管弱いから。そう、それだけ酔うの。一回回るだけで酔うんだよ。それだけで酔う。うん、3種類あるよね、鉄棒って高さある。大中小みたいなやつ。大でやるのがステータスだったな。あーでも俺らの背だったら大じゃなきゃ無理だろ。
今はね、うん、昔ちっちゃい頃かい、ちっちゃい頃からめっちゃ高いじゃん、両手伸ばして、だから小学校低学年とかで一番ちっちゃいのしか使えないとこから、うん、だんだん身長が高くなるにつれ上にステップアップするのが楽しかったのよ。飛び箱と同じよ、最初4段から始めただろ、うん、始めたね、で次8段いくじゃん、うん、あれ飛べた時にもっと増やしてほしいよね。あれ以上はなんかさ、学校ないよな、あれ以上陸上部とかに入んないとあれ以上 ないんじゃない。そっか、そっち行けばあるのか、9段以上いけるんだよな僕、すごいじゃん。もう8段はできるよ、うん、へ、今は分かんない、昔でも飛べたんだ、小学校の時は飛べた、今は分からん、今無理かもしれない。飛び箱にタックルしたからな俺な飛べるわけねえだろ爆散してた、そういうボーン上のやつ飛んでってねやめろって言われてたけどすごいなイラッとしてんじゃん。だ飛ぶふりしてこの足回りのところで一番上だけをこう、うん、腰でこう吹っ飛ばすとかね痛くない、かくばってない、痛いけど吹っ飛ばす方が楽しいからね。あ、入ったことある扉箱の中に。ある、あの中から覗き込んだりとかでしょ、うん、何やったのその入ったのは。普通かくれんぼとかでしか入ったことないかな。あ、かくれんぼ入ったの、うん、あーそっか、でも1回ぐらいでよ入ったのは俺。あーそっかそっか、何なんもなんもない、なんもなんもなんも、また今度日常的に入ってたみたいな感じじゃんそれなんもない、なんもない悲しい思い出が今開かれようってたないやまた今度その話はするとしてはい